どうも皆さんこんにちは、コマフヤです。ということで今回は久しぶりにマインクラフトでアスレチックやっていきたいと思います。で今回ですね、洪水から逃げるアスレチックになっております。だから下からね、なんかこう迫ってくるらしい。でこの再現度やばくない？このテクスチャーの再現度めっちゃリアルだよね。速さがこの水が迫ってくる速さが4つあるんですけど、スロー、ノーマル、ファスト、スーパーファストって、ちょっと保険取ってノーマルにしていきたいと思います。じゃあ早速スタート、よいしょ。あ、おーしよしよし、これすごくね？これエレベーターやばいよね、超再現度高いよでこの矢印の方向に進んでいきます。で、あー、ありますね、この水って言いながら、このなんかちょっと やばそうな水ですね。ほっ、あ、これで今動き出しましたね、水が。でこれ、あー、一回ねこれもうミスるとね、もう終わりみたいなもんよマジで。でこの矢印に伝っていくんだけど、ノーマルはまあ、あ、こっちか、合ってるわ今めちゃめちゃアホみたいな声出たわ。え、あ、こっちだでこれがはしごですね、一応。でこっち行って、道が分からなくなりそうだな途中で。俺どっちだ、これこの上か、意外と。あ、でも十分じゃないこの速さお、お、滑る！え、すげえ！これ水で濡れてるみたいな再現なんだけど、めちゃめちゃ滑りますね。で、これどっち行けばいいんだ？こっちか。うわー、スライム！ふっ！よし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 ！いざという時に決められる男。え、どっちどっち？こっちだ！こっちだ！合ってたー！で、上って書いてあるね。だけど、あ、こっちか。やばい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 、焦るなよ、ノーマルだからな、一応。え、え、こっちだよね、こっちしかないよね、だって。えい、え、ここか。え、え、ここ、ここ行ける、ここ行ける、行くしかない。え、行った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 、よし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 。どこ、え、どこですか、この上か。すごいなこれ、あ、すごい、これなんか、なんだ、なんか、排気口っていうのかな、のところの上登れたね。あ、これ一発クリアできるかもしれんな。えい、え、まだまだ下だね。いや、まあこれ十分上の方だと思うよ。よし、登っていきます。ん、ここは、え、すごいすごい、もうなんか観光しながら登ってるもん俺。あ、でも矢印書いてあるから分かりやすい。これは、あ、登ってこっち行って、で、ここ飛ぶのか、行け、あそっか、失敗する時間考えれば、これ結構妥当だよね、この水の距離は。で、行きまーす。ちょっと、勢いつけなきゃいけない。よし、来た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 。今いい感じよ。こっち行って、まずいぞ。あ、行ける、うん。ちょっとね、俺結構アスレチック久しぶり、危ない。久しぶりなんだけど、うん、まあでもやっぱ割と覚えてるかもしれんな、この勘は。こっち行きます。あ、すごい、ここもこっちだよね。あ、うーん、割ともうすぐかと思いきや、水はオッケーオッケーオッケー、全然下やん。はっ、これはしごだね、あぶねえ今はしごじゃなかったらもう終わってたけどね俺。いやー、脱獄して、脱獄するぞ。おおで、こっちだね。でも割とわかるな、行き方は。で、ここ行って、すごい、音もリアルすぎる、この工場音が。もう、ついにここまで来てしまったか、マイクラも。めちゃくちゃリアルだな、おい。ん？こっちか！よかった、今ちょっと危なかった。危ない！そう、一回の落ちが。でもね、これね、一気にこの真ん中とかに落ちるともう終わりなんだよね、どれだけ。ん？あ、ガラスか。どれだけ距離が離れてても、真ん中に落ちちゃったら、もうね、さよなら、みたいな感じですよね。ね！危ない！ね！ほぅ！来た！前！飛べ！よし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 ！いいんじゃない？久しぶりのアスレチックとしては、ちょっと俺めちゃめちゃ調子いいぞ。はい。懐かしい、懐かしい、あの時の、昔のちょっとアスレチックの楽しさが蘇ってきました。最近、アプリ実況とかやってたからね！よし！いけるんじゃないか？早速クリアしちゃう？これを、こう登って、ん？
分かれてる。でも俺は左を選ぶ。必ず左を選ぶ。これ道合ってんのかな。でもこれだよね。こう、あ、そう、ちゃんとなってるわ。で、はしごある。あれ、あ、でもまだまだ上あるな。これはどこだ。こっちか。いや、これ待って、ん、でも矢印あるじゃん。こっちにも矢印があるんだよ。ここ、ああ、いや、ここ入ったら終わりだ。待て待て、水が来ないうちに。こっちでもさ、繋がってない。あ、大丈夫だ、こっちかもしれん。こっちだ、こっちだったか。よーし、ここに水が来たらちょっともうさすがに焦るけどね。あ、でも、あ、危ない危ない、今ダッシュが効かなかったよ。あ、危ない、危ない、危ないよ。ふぅ、割とこれもう多分ハードとかだったらワンチャンもう終わってた季節あるね。でももうベリーファストとかだったらもう死んでたね。よいしょ、おつけ、まだまだ時間はある。おつくんだ。でもね、こういうのちょっとリアルにやってみたいよね。なんかちょっと命がけだけどさ。ほい、あ、でもこれちょっと待って、これ結構もう上の方じゃない、追われる。お、あ、危ない、今、まあ、ここで落ちたら終わりだ。あれスライムだ、水かと思ったら水かと思ったら違う、スライムだ。え、あ、なにこれ、電気、すごい、照明の明かりがちょっと今ガラスに見えて、あ、終わったって思ったけど大丈夫だった。え、あ、こっちか、いけるね。ちょっとよく見るんだ、このアスレチックを。危ない、今なんか気持ち危なかった気がする。何言ってんだよ、もうテンパって何言ってるか分かんねえ。こっちか、合ってるね。よし、おつけ、おつけ、俺ならできる多分。アプリ実況最近ずっとやってた俺ならできる。ちょっとこれ逆に喧嘩売ったな。あー、危ない、危ない、危ない。よし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 、え、どっち、こっち、あっち、あっちか、あっちだ。よしよし、落ちるね。落ちたら終わりだからな、こんな余裕こいてるけど落ちたら終わり。あー、水あれだね、見えたね。うん、で、早く早く、俺ここを抜けたい。どこ、ここか。あ、はしご、あ、違うわ。これは違うね。これは違かった、ごめんなさい。で、こっち行って、こっち、あ、いいぞいいぞ、道がね合ってる。というか、まあそれは、うん、間違ったぞ。あ、こっちか。よし、間違えんなよ。うん、違うね、こっちじゃないぞ。え、渡っちゃっていいやつだな、これは。で、矢印ついてる、登る。あれ、来たぞ、終わり臭いぞ。こんなこと言うから終わらないんだと思うけどね。はい、でもやっぱ久しぶりにマイクラやると面白いですね。最近マイクラでもね、結構ラッキーブロックだったんでね、久しぶりにアスレチックやると、あ、やっとあの時の風景戻ってきたが、みたいな人も、いるんじゃないですかね。よいしょ。え、でも、これは、上が、あ、見えた！あれ、上、ガラス見えたね。これ抜け出すぞ、抜け出すぞ、俺ならいける。よしよし。これ次終わったらベリーファストやってみたいね。これで、まあ、これでクリアするなんて、本当に難しすぎて、もうできたら最高だけど。よいしょ、保険かけときました。あ、ここ大丈夫だ、今。はい。まあ、でも一回やれば道は全部覚えますね。いや、そんなことないけど。え、あ、来た！お、やったー。クリアした。え、待って、これだいぶ来たぞ。さあ、お、全然水ない。皆さん、僕のアスレチックの腕はまだまだなまっていないようです。さあ、行きますか、スーパーファスト。よし。ちょっと楽しくなっちゃうな。ここまでちょっとうまくいけると楽しくなっちゃうな。ということで、さっきのね、やつをもう全部覚えていきたいと思います。さあ、始まった！おっと。確か5秒ぐらい出てくんだよね。来た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 。さあ、今のうちに距離を稼げ。こういうね、こういうところミスったら終わりだからね。階段もこれすごい好きだわ、テクスチャーが。やっぱテクスチャー変わるだけでマイクラの感じが一気に変わりますね。よいしょ。待って、早い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 早くない？早すぎない？これもうあれじゃん。一回クリアした人用じゃん。いや、もう一回じゃ無理でしょ、これ。よし、バカしたバカした、待って待って、早いよ早いよ。おつけ、みんなもおつけおつけ、ま、無理じゃん無理じゃん、スライム、はい、終わりー。みんな、ファストが見たいでしょ。
うん。じゃあちょっとね、これ僕多分いいところまで行くんで、いいところまでカットか、それか僕が行けなかったらその死んだ瞬間になります、次のカット画面が。わかんないよ、最後の方行って終わるかもしれないし。ということでどうぞ。さあ皆さん、なんと結構終了間近でござる。これ帰ってきたんじゃない、アスレチックの夫婦屋さんが。ちなみにさっきねゴールしたのが8分6秒とかだったんで、もう全然ね、多分僕2分ぐらい早くゴールできますね。やっぱ1回やると結構学べますね、生き方っていうの。あれ、もうこれラスト近いんじゃないですか。ほい、あ、ここ通ったね。で結構近いんだよ、思ったより水の迫り具合が。もうね、ほらそこなんだよね、さっきと全然違って。ていうか実はね、これ多分カットしてあるけど、一回僕落ちてやべやべって死にかけてるんですよ。なんとやったぜ、ファストモードクリアすることができました。5分42秒、さっきより2分以上縮まりましたね。いやー楽しい。っていうか、ベリーファスト、あ、違う、スーパーファストだけなんか異常に早いんだよな。ということで、ね。いや、面白かった。マップ貼っとくのでね、ぜひやってみたい方やってみてください。ということで、次回見てください。じゃな。